おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて皆さん、ついに来ましたね、25周年ってことで、今回は本日のアプデを解説していこうと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあ今回ですね、かなり新選手が追加されていたりだとか、イベントが2つ来ていたりだとか、いろいろとね見ていかなければいけないところがあります。ってことでまずはイベントの方、ツアーイベから見ていきましょう。さあツアーイベね、ヨーロッパ来ましたね。こちらなんですけれども、新監督でクロップ監督が手に入ります。このね、まあコロッペ監督なんだけど、まあ、クロップ監督、コロッペ監督なんですけれども、以前ね1年ぐらい前に来ていたクロップ監督とは別で、かなり強化されたクロップ監督になってます。でレジマが来てるからね、なかなかこっちはって思う方いらっしゃるかもしれないんですが、めちゃくちゃ強いので、ちょっとね今回はこれ必ず取っていただきたいなと思います。まあね、本当に環境を取れるだけの監督アビリティを4つも持っていて、で皆さんこのね4つ目、このオフェンスバリエーション、これなんやと思う方いらっしゃると思います。この監督アビリティなんですが、ライトウィングとレフトウィング、あライトウィングとライトミッドフィルダー、レフトウィングとレフトミッドフィルダーっていった従来のねサイドユーティリティに加えて、センターフォワードと OMF すら両方ともに赤適性持てるよっていった、めちゃくちゃ強いものになってます。これ例えばね、無課金の方ですごくおすすめしたいのが、レジェマのトレサグ持ってる方多いと思うんですけど、トレサグを OMF で起用することによって、一時期のねドラガンストイコビッチのピクシーのようなねフィニッシャーの OMF でシュートが超高いっていったプレイヤーを使うことが可能です。いやこれがねマジで強い、ぜひぜひ試してください。でこのねフォーメーションコンボ、一見ねあれ普通の433じゃんって思うかもしれないんですが、このね一見 OMF に見えるセントラルミッドフィルダーを置かなければいけないこのポジションなんですが、ここディフェンシブミッドフィルダーになってます。なんで実質 OMF は1枚です。まあ、ウィングがねそれぞれ1枚ずつと、センターフォワード1枚、 OMF1 枚、アンカー2枚です。セントラルディフェンスミッドフィルダーが2枚、ただ片方がかなり高い位置に置かれているので、アンカー1枚に見えているだけです。ここねちょっと気をつけていただきたいです。ってことでですね、まあかなり自由にですね、まあ、OMF、センターフォワード、そしてウィングの選手、ミッドフィルダーの選手を配置できるようになったこのコロッペ監督なんですが、ぜひぜひ取っていただきたいね、オフェンスバリエーションね。でもちろんねイベントなんで、今回星4選手、リバプールの星4選手たちもいます。ワイナルドムにロバートソン、アーノルドにファンダイク、マティップっていったような、形だね。で今回この5人の中にはオレンジ特徴持ちの選手はいません。オレンジ特徴持ちの選手はこのねログボで出るんですが、ちょっとそれを先に置いておいてですね、下の方から見ていきましょう。まずこちらです。これ25周年記念のイベントの一つなんですが、まずログインボーナスがめちゃくちゃ豪華。GP3600個に加えて、限界突破の1段階目と2段階目、星5確定地形まであります。ただね、この星5確定地形、これだけじゃないんです。今回の25周年は一味違います。皆さんね、今回のレジェマの特攻選手で星5地形使っちゃった方多いんじゃないでしょうか。安心してください。まあ、友達キャンペーンでね、まあ、GBT に入るっていうのもあるんですが、まあ、これでね皆さんちょっとお友達呼んでいただいてね、よりサカツク盛り上げていただけたらななんて思うんですが、こちらです。これね無課金の嬉しいところ、まずは経験値増量キャンペーンで、かつアリーナリング 1.5 倍キャンペーン。さあここまではね、まあまあ今までよくありましたよね。でここです。なんと星5確定スカウトチケット3枚がもらえると、しかもたった25試合やるだけで、これ激アツでしょ。ログインボーナスでもらえるし、25試合やるだけでさらに追加でもらえると、これがいいところです。で星4のオレンジ特徴はじゃあどこにあるのって来たら、来ましたね、この2人です。スティーブン・ジェラード、マイケル・オーウェン、レーン特徴持ちのマイケル・オーウェン、キャプテン特徴持ちのスティーブン・ジェラードが星4でも登場してます。もちろんね彼ら星5でめちゃくちゃ強い性能で、星4になるとね、まあ、正直弱いです。正直あんまり強くない。ただですね、やっぱり使いたいなと、リバプールでねジェラード好きだったんだって方は多いんじゃないかなと思います。まあ
妥協できる程度の強さかなと思います。まあ、彼らはオレンジ特徴を持っているので、まあ、疑似的なねキャプテン特徴、レーン特徴ということでかなり微力ではあります。正直あんまり強くはないんですが、それでもですね、無課金の方や初心者の方、オーベンとかね、まあ、あのジェラートが大好きな方が星4で限界突破でちゃんと最後までした場合ね、まあ最低限使える性能にはなってきてます。ということでですね、ここぜひぜひ取っておいていただきたい。あれどこ行った？ここですね。ちょっとまだね、ジェラード私まだローゲンボーナスもらってないんですが、こちらです。まず1個目トラップ見習い悪くないですよね。で、こちら、まあ、中央突破の選手のね、真ん中の列のドリブルスピードが極小アップ。正直極小じゃんって思う方多いと思うんですが、ここに関してはね、まあ星4だからっていうところでご納得ください。で、まだまだあります。今日はちょっとね、ここまでパパパって話してきたんですが、お次はですね、どっちから行こうか。イベントの内容じゃ見ていきましょうか。さあ、レジェマー、ツアイベで、今回ね、どっち優先かって言ったら、まずはツアイベやってください。っていうのもね、レジェマー期間が2週間、ツアイベ期間が1週間です。じゃあ2週間のレジェマー、ハギ選手が来ましたね。ルーマニアの選手です。オフェンスブミドフィルダー、この選手なんですけれども、まあ、かなりね、レジェマーの中では、いい選手になってます。かなりいいレジャマ、最高級のレジャマ選手と言っても過言ではないですね、ハギ選手。さあ見ていきましょう。こんな感じ、トリックスターのプレースタイル、まあ久しぶりに来ましたね。で、プレースキックが大きく上昇する特徴を持っていつつ、悪道また持ってます。で、所属チームはサカツクスターズということでですね、ガッシュ選手がね、サカツクスターズアタッカーオフェンスブミドフィルダーでいたんですが、2人とも悪道を持ってますね。どんだけ悪道揃いなんだって感じですが、やはりですね、まあ、この悪道ももちろんオフェンス能力中アップ、かなり嬉しい特徴ではあるんですが、こちらですね。やっぱりこのね、プレスキックを蹴れる選手がチームに1人は欲しいところです。まあ、殿下の宝刀込み、コントロールフリーキックということで、かなりプレスキックに寄せていてですね。まあちょっとですね、まあ、この、まあ、左足、今白銀の左足とかね、この特徴のレジェマの選手っていうとですね、ちょっとみんなね、デルナンブキャノ選手をね、思い浮かべるかと思うんですが、デルナンブキャノ選手の方がシュートが打てます。この点ではね、個人的にはこっちの方がいいんじゃないかなと思いますね。彼ね、かなり点取ってくれるんですよ、デルナンブキャノ選手ね。やはりシュートが高いと点を取れる OMF になるので、個人的にはね、ハギ選手よりももしかしたらデルナンブキャノ選手の方が強いかなとは思うんですが、それでもまあ十分でしょう。はい。まあ悪道があるっていうのもね、かなり魅力的なところにはなってますしね。で、もう一点がこちらのガチャです。皆さん懐かしいですね。このエンブレム、1年ちょっと前の新年リバプールガチャ、ロベルト・フィルミーノとかがいたあの時とね、同じエンブレムになってます。で、今回はその中でもジェラード、そしてオーウェンが追加されているということでですね、もうリバプールファンにはたまらない内容になってるんじゃないでしょうか。まあ、アーセナルね、もうちょっとアーセナル押してきてくれてもよかったんじゃない、まだまだ出せる選手いたでしょうっていう感じではあるんですが、リバプールしっかり出してきましたね。はい、ジェラード、そしてオーウェン。ジェラード、オーウェンもちろんね、バカ強いんですが、サラーだったりだとか、ファンダイクといった、同じくね、11,500級の選手が多いです。マネももちろんそうですし、一見ね、外れに見えるファビーニョもしっかりいいスキル持ってて、いい特徴持ってます。今回本当に外れがいない。今までいろんなガチャがありましたが、レアルガチャよりも外れが少ないかもしれないですね。これは個人的な感覚になりますが、それぐらいいいガチャだと思います。たった一つのガチャの中に本当に最高級のフォワード、そしてミッドフィルダー、そしてディフェンダーが揃っていて、ゴールキーパーのアリソンもいるということでですね、ぜひぜひリバプールファンの方ね、こちらのガチャ引いていただきたい。まあね、おそらくこのガチャの次となるともう3周年になります。このガチャがですね、3月の24日までということで、このガチャが終わったらですね、まあ1ヶ月ちょっとで3周年が来ると、まあ約2ヶ月ぐらいで3周年が来るといったような、まあエネルギーでね、まあガチャ回していくことになるかなと思いますので、どこで回すかね、まあ GP に制限がある方もぜひぜひ考えていただいて、今回のこの25周年楽しんでいただけたらなと
思います。ということでですね、最後ちょっとねもう一回まとめになりますが、レジマとツアイベ、個人的にはねツアイベ優先していただきたいです。1週間の期限があるし、監督も強いし、アクセも星4が来てます。まあ、ここねお好みでやっていただけたらということで、今回の動画はこんな感じです。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます、豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております、豆腐でした。バイバイ。